ともさん、こんにちは。いつこさん、こんにちは。こんばんはだね。ちゃんとみんなこんばんはって書いてくれてるのね私一人がこんにちはって言ってた。こんばんは。暑いね。ねえ、よく言われるんですよ。虫の声が聞こえるらしくて、だから結構音が入るんですよね、外の音は。なんか冬になるまで長野の秋ってすごい早いので、何月まで虫の声が楽しめるのかちょっと分かんないんですけど、しばらく BGM が虫の声になります。そろそろ短期集中でお話をしようかなと思います。そっか、なんかそう、あのラインアットにはセクシャリティの話を書くって、愛知県でもお盆過ぎた虫の声、そうなんだ。長野はね、割と早い。お盆過ぎなくてもいつぐらいから聞こえてんだろう。今度からちゃんと聞いとこう。なんか当たり前になってしまって、虫の声と鳥の声が。もう朝鳥の声でやっぱ目覚めるの普通なんですよね。なんだったっけ。そうそうそう、セクシャリティの話をね、今日話をしようと思ったんだけど、最初にセクシャリティの話ではなくて、まあちょっと難しいんだけど、あの事実を事実として見るって話を最初にしとこうかなと思って、なんかなんて言えばいいんだろう、なんかなんだろう、結構ね、今回セクシャリティの話って言いつつ、浮気の話とか多かったなと思って多かったんです。まあその前に出したのが、なんかほら、夫か新しい彼かっていうのをブログに書いてた線もあるのかもしれないんだけど、すごく浮気の話が多くって、でなんか今回そのうちの息子が昨日の夜骨折したんですけど、骨折の時もそうだったし、なんか浮気も似てるなと思って。骨折って、あの骨折っていう事実があるだけなんですよ。骨折したっていう、でそれをなんだろう心配するとか、かわいそうって思う、なんか痛いでしょってかわいそうって思うとかするのって本当に自由なんだなと思って、あの、ね、本当に何だろう、でそこが出てくるのって、全部思考なんですよ。骨折したら大変だとか、骨折したら、できなくなることが増えて将来が困難になるっていう、あの思考、思い込み、信念を持ってるから、そのかわいそうっていう感覚が、思いが出てきたりとか、不安っていう思いが出てきたりするんだけれどね。で私で、なんかそこはまたちょっとこれも難しいんだけど、なんかなんか、ね、そこを習いたての頃って、事実を事実として見るっていうのを習いたての頃って、自分のなんか湧き上がってくるものを封印したりするのなかったことにしやすいだよね。だけどそれは湧き上がってくることは湧き上がってくる。だからちゃんと自分の現在地を知るってことよね。そのまんまの自分を受け止めて認めるってことはしつつも、やっぱりさ、なんかその不安とか心配とかって、私ね、でメッセージもらってね、なんかその大丈夫っていうメッセージもらった時、なんかなんかすごい大きなお世話なのよ。大きなお世話なんだけど、なんかもしこの状態、その大丈夫っていう状態が私だったら、もし本当に骨折、子供骨折しちゃったとしたら、すっごいしんどいだろうなと思ったの。不安じゃん。
なんかこういつもこうなんかさざ波立ってるみたいな感じの精神状況に子供が骨折っていう事実でなんかこう引き金押されちゃってしんどいなと思ったの。なんか全然なんか別に子供骨折してもなんか白状と思われるかもしれないけど、何もなんて言うんだろうな、なんか思わなかったんだよね本当に。なんかこれで帰って何が起きんのかなみたいななんかね、そう、その骨折した時、まあ、衝突しちゃったんだけどね、衝突したその相手のお母さんとかもね、なんか遠いのに病院までお見舞いに来てくれて、救急外来までお見舞いに来てくれてびっくりしちゃったんだけど、私さ、なんかもうまあね、そちらの立場に立てばそういう風に思うのかなとか思うんだけど、やっぱドキドキするじゃん、やっぱり加害者の方の立場に立っちゃうと。それすらも立ち位置の問題なんだけどね。なんかこんな大変な時期に、まあ一応ほらさ、3年生なのよ、うちの子3年生の8月で、これからなんかすごいテストが、追い込みが入ってくるのね。なんだけどなんかさ、全然勉強しないのよそんなのに何の心配するのみたいな感じなの私からすると、今私からするとそういう感じなんだけど、まあでも3年前だったらやっぱりドキドキしてたんかなみたいな。この子これ今このこれから追い込みっていう時期なのに骨折なんかしちゃってどうすんのかしらみたいな、あんなに痛いって言ってるかわいそうみたいな。だってね、好きでやっててなっちゃったのもしょうがないじゃんみたいなだから何にも考えてなくてすごい楽で、別になんか骨折っていう事実があるだけで楽なんだよね。でもこれ多分やっぱりいろいろあったからそう思うんだろうなと思ってて、うち長男も次男も結構すごくて、なんか波乱、本当にね、もう宿命中さと思ってたなと思う。2人とも波乱万丈設定みたいな。でまあ2人とも波乱万丈でも引き受けられるやっぱりエネルギーの強さあるんだなって自覚してるんだけど、長男は誠実中殺なんだけど、だから彼は2歳の時に2ヶ月間高熱で入院してて、原因不明の高熱で入院してて、1ヶ月半に他の病院に行って判明するっていう。で本当に、ね、敗血症で死にそうだったんだよ。なったんだよね。うん。っていう。でその彼長男が入院、2歳の長男が退院した次の日に次男が生まれるっていう。そうで、次男はなんか当時なんか登山とかやったんだけど、私登山で亡くなった人の命日生まれてるのとかね。あとはでなんかそれすらも、その長男が高熱で2ヶ月間本当生死をさまようような病気したのも、なんか私が親をなんか恨んでて、なんか本当は親に 愛されてたんだってことを思い出すためだったんだなって今では納得してるんだけどね。だし、それとか小5の時とか、なんかもうこんな家出てってやるって長男で本当にいなくなっちゃって、8時半ぐらいに確か夏休み中だった、夏休み明けるくらいだったと思うんだけれど、出てってやるって出てっちゃって、10時半まで帰ってこなくてね、さすがに10時半でいろいろ探したんだけど、もう心配になって警察に電話したんだよ。で警察に電話して15分20分くらいしておまわりさん来て、10時50分だよ夜の。でそしたら10時50分おまわりさんが到着する3分くらい前に電話かかってきたの。お宅の息子さんと一緒にいますって。そしたらね、なんかもうなんだろう、どれくらい先、なんか何キロとか忘れちゃったんだけど、ものすごい先のところを、当時小学校5年生の時お金も持たず自転車でもなんか歩いて、国道歩いてたの。危ないでしょ、もうありえないと思ってとか、保育園の時年長さんの時頭に来てベランダに出したら、ベランダのね窓パンチしてね破ったんだよすごいでしょ。全然流血沙汰にはなんなかったんだけどね。だからなんかで、ほら次男ほら不登校じゃない、だからさ、なんかもうなんかすごすぎちゃって、なんか次骨折かみたいなあ、そうそう、あとねもう一個あった。やっぱりね、これはね自分の罪悪感が引き起こしてんだろうなと思ったんだけど、なんかねすごいやっぱりなんだろう、子供がサッカーやっててクラブチームだったから、すごいなんかその割と
本当あのなんだろう、こう全国リーグであの大人社会人社会人チームじゃないよね、プロチームがあるそういうクラブに行くような子たち、中学校になったらクラブジュニアユースに行くような子たちばっかりいるようなクラブチームに入っちゃったね。またうちの長男がそういうとこ好きだから、もう艦隊帝王持ちだからさ、やっぱエネルギー強いとこ行くわけだよ振り回されてんだけどさ、だからさもう今だってさ部活なくてクラブチーム入ってんだけど、うん、小学校5年生の頃から慣れ始めちゃってね、僕行くとか行っちゃってもう参ったよそういうとこ行きたくなかったのにそう、それで入っちゃって、うん、でも私もその頃も自分行きたくてしょうがなくってさ、だからもう罪悪感まみれで東京に毎月1泊2日心理学学びに行ってたんだよ。そしたらね、初めて2泊3日に2泊3日の東京止まりをしようと、結婚しようと。でもね、もうものすごい怖かった。本当に2泊3日、たった1泊2日2泊3日にするだけなんだよ。なのにもう本当に大丈夫なんだろうかって心配になっちゃって、したら長男が脳震盪を起こしてもうね動かなかったんだって。でもうその試合だったの、ちょっと大きい試合だったんだけど、試合を見ていたお父さんがもうあまりにも動かないから慌ててその試合に入っちゃうぐらい、びっくりしちゃうぐらいもう全く動かなかったんだってっていうのとか。でもそれで慌てて結局ね2泊3日の予定を1泊2日にしたんだけれど、でその時も救急行かなくって次の日救急行ったんだけどさ、なんかそういうことをいっぱいしたので骨折だけでは動じなくなるよね。なんかね磨かれてる感じがする。宿命中殺の2人の息子たちに、動じない、一個一個じゃ動じなくなるよ。うん。でなんでこの話をしたかっていうと、宿命中殺じゃなくて、事実を事実として見るっていうことができるようになるとすごく楽なんだよねって。ただ現在地だけは誤らないようにね、見落とさないようにねとは思う。だからなんか、だから今回なんでその話が出てきたかっていうと、浮気は良くない、浮気は相手、浮気されちゃったら私は被害者、浮気するあいつは悪いっていう、やっぱり価値観が、そういう価値観があるじゃん。なんだけどさ、でそれでやっぱり私ちょっと浮気あるな。そうそうそう、一番そう、あの大学生の時には浮気じゃないなあれ寝取られたって言い方が一番正しい、寝取りましたからって言われてたからさ、あのだそういう時ってさ、なんかやっぱりすごいショックだし、自分を否定されてるような感じがするし、自分の価値観なんてないみたいな感じがするわけじゃんって。それはそれで、あのもう燃えたぎらせればいいと思うの。泣きたかったら泣けばいいし、もう憎みたかったら憎めばいいと思うの。そこをなんかいい人ぶっちゃって、私関係ないわみたいな風にすると残るから。で残って結局それがエネルギー体として残って、なんかね、感情って結局細胞一つ一つが覚えてるっていうの。細胞一つ一つが過去にあったデータとして感情を記憶してるって言われてるの。だから例えば、犬に吠えられて怖い思いをしたことがある人、ちっちゃい子とかにね。そしたらやっぱ犬に吠えられたら動こうと思わなくても反射的に動くんだよ、みんなって。あれはやっぱり脳が判断してるわけじゃないの。もう筋肉反射問題なんだよ。そう。だからなんか、現在地は見誤っちゃダメ。事実は事実として見るんだけど、現在地を見誤ると残るから結局。で結局なんかだからセクシャリティってね、一番大切なのって通りがいいってことだと私は思う。通りがいいってこと。だから感じたら感じたまんまの自分でいられるってこと。うん。なんか腹の底から出てくるんだよ。今あそこ触ってとか。したらそれをそのまんま、まあ一番いいのはちゃんと相手に言えるってことなのよ。そのいやらしい自分のまんまでいられるってこと。感じちゃってる声が出ちゃう自分のまんまでいられる、それが自分に対して心を開いてるし、相手に対して信頼してるってことだと私は思うの。でもそれが
できる人って多分すごくセックスは楽しいと思うし、気持ちいいセックスもできるだろうし、満たされてるんだと思うんだけど、多分世の中の人はほとんどそういう感覚でいられたことはないと思うので、それの中にあの浮気入っててあいつはっていう思いがあるとしたら絶対心開きたくなくなっちゃうし、開けなくなっちゃう。だからちゃんとあの感じたままのことを全部出して消化して、でその後になんかあの単なる事実としてこうなんで起きたのかなっていうのが見られて、自分とまたつながるっていう、自分となんかつながるってことができたらいいなと思うの。なんかね、浮気ってなんかすごい、これ客観的に言ってるよ、感情はちょっともう終わらせて後のね話なんだけれど、なんかねこうなんか魂レベルじゃないな、なんて言ったらいいんだろう、なんか磁場がつながってるって感じがするの。なんか共通の目的があるの。お互いになんか気づきを起こすために浮気っていうのが起きてて、だいたいあの浮気されちゃう側の方はあの自分の本音に気づいてない時に起きるの。本当はこう生きたいのになんか生きてないっていう時に起きることがすごく多いなって、私はこれ客観的に見ててだよ思っていて、そのでそのなんか本当はこう生きたいと思ってるのをなんか知ってる人だったら、相手が知ってる人だったら相手がモテたりするのよね。女らしさとかさ、色気とかさ、自由奔放さとかさ、なんかねその本当は自分がこうなりたいのにっていうのを相手が持ってるから、持ってないものを、本当は持ってるんだよ、持ってないけど出してないから、表面に出てないから、その、表面に出ているものを素敵と思っちゃってパートナーが行っちゃうって。でもパートナーもな結構魂レベルではなんか約束し合ってるっていう感じがしてて、なんか私もうちょっと自分に気づきたいからあなた浮気お願いみたいなそんな風に思えないんだよ、されちゃったとしたら。でもなんかそんなこと起きてる気がするなって感じがするんだよね、私の感覚です。うん、そんな感じ。浮気に関してはそんな感じで、 あとねそうよくあと質問されることがね、一人エッチについてよく質問されること多いなと思ってて、セクシャリティっていうと、うん、でなんかさ、やっぱ一番さこう自分が自分に不自由になる時ってさ、なんかねばならないの時がすごい不自由になるなと思ってて、一人エッチはしなければいけないみたいな、あーなんじゃそりゃみたいな。でその時もなんかちょっとね、あのまずこう見直してほしいなって思うのは、なんかね、だから一人エッチってそもそもは単なる行為なんだよ。行為してみたらどうなのかなって。絶対だってね、私たちこうなんていうか大人だからしないだけよ。子供に言ったら別にすぐするからって思う。でそこには罪悪感もなんか、セックスとはこういうもんだとかそういうものは何にもないから、単なる好奇心でへえみたいな、やってみたみたいな感じのもんだと思うよ。だからそれくらい普通軽いもんなんだよ、セクシャリティとかセックスって本当はね。だからそれをなんか単なる行為なのに、それにすごい意味付けをして熱くしちゃってるのは自分に他ならないから、なんか一人エッチをしなくちゃいけないんですかとか、するべきなんですかとか、なんかそこを聞いてる時点でなんかが詰まってるってことなのよ。なんか自分が重たくしちゃってるってこと、こうしなきゃいけないとか、なんかなんか本音が隠されてるってことだから、なんかする以前、しなきゃいけないとか思ってる以前に、なんかなんでそんなに重たくなってるんだろう、なんでそんなに気にしてるんだろう、しなければどうならないと思ってるんだろうみたいな、なんでそんなにそのことで私はこんなにフラフラしてるんだろうかみたいなところを見直した方がいいと思ったよ。うん、だからなんかね、私だったら、私やっぱり5年前になんかその情報を得た時に、やっぱしなくちゃいけないのかなと思って、なんか気が重かっためちゃくちゃ気が重たくなったのね。でその時何を、やっぱりなんかね恐れがあったよね、怖いっていう思いがあって、でやっぱりなんか私の場合は見たくないものがそこにあるって感覚があったのよ。だからそれが浮上してくるのが嫌だなって、向き合うのが嫌だなって感じだったなって思う。
でやっぱり向き合えないっていうことは、悪いことではないんだけど、それだけ感度が落ちるってことなんだよ。向き合うものに、向き合った方がいいものに蓋をしてるから、蓋をすることで負荷をかけることにエネルギーをかけちゃってる。だから感じる、だからエネルギーの器ね、器で負荷をかけちゃって、見たくないもの負荷をかけてる、蓋をして負荷をかけてるから、感じられる感度がこれくらいしかないんだよって、上積みしかなくなっちゃう。だから気持ちよくないんだよ。で私の場合はだから蓋をしちゃったところってね、父と母の現場を聞いちゃったわけだ。そしたらその日はたまたまだったと思うんだけれども、だってそんなに回数ないからさ、すごく辛そうだったの母が。だからこれは相当しんどいことだと、きついことだとインプットされちゃったんだよ。今違うってわかるんだけどね。でだからなんかそんなきついことをするんだったらしなくてもいいみたいななっちゃってたんだよね、ずっと。でもなんかそれを思い出さなくちゃいけないじゃん。あの5年前なんてこんなに語れなかったし、心理学のセラピーセッションとかでも言えなかった、怖くて。そんな時代もありましたよ。そうそうだ、私変わったのって本当に去年の4月から大きく変わっただけで、本当にね楽しんでる人が増えたの周りに。でそんな世界がいいな、私も行ってみたいな、私本当にね女として生まれてきてよかったって思ったことがなかったの。女って不便だなって、女として生まれてきたくなかったってずっと思ってて、それを変えられたらなんかすごく幸せになりそうだなと思ったの。そうだからね、なんかしなければいけないんですかって聞いている段階で、なんかに蓋をしてるんだろうなみたいな。でその蓋ってやっぱりなんかすごくなんかなんていうのな、お腹がもぞもぞするというか、内面さらけ出すみたいな作業だと思うから、それはなんか時期があるかなと思って、私も5年前じゃできなかったなと思って、今なら、今本当に周りの友達がすごくそういうことにオープンなお友達が増えて、気軽に喋れて、気軽に毒を吐けられる、吐いても安心安全みたいな人とつながりがすごく増えたから、こんなに軽くなれたけど、やっぱりそういう環境がなくて、まだまだなんかこうなんか閉鎖的って言えばいいのかな、喋れない環境だと、そこはやっぱなかなか向き合いにくい課題かなと思うから、なんか焦らなくてもいいんじゃないのかなって思うよ。ただそういうなんかね、なんかすごく単なる行為なのに、それになんかこう負荷がかかっちゃう状態はなんかこう重たくなってる何かが自分の中にあるんじゃないかなっていうことで、私はなんかブログにも書いたんだけど、まあ究極どっちでもいいと思ってるよみたいな。だってそれって価値観だもん。だからその上積みで楽しむってことも別にいいと思う。蓋をしたければ蓋をしてていいと思う。だし、そう今思えないんだもんって私5年前の私だったら思うよ。もうそこは触れないでって思う、でやっぱ準備ができた時に花開いてくからさ、勝手に。だからそんなこと思った。なんかね、なんだろう、怖くても花開きたい、心開きたいって思う時って来るんだよね。だからで、まあこっちの世界は楽しいよっていうことだけ伝えておこう。なんかなんだろう、女っていいなみたいな、女って幸せだなとか、女の子に生まれてよかったなとか、こんなにいっぱい女って喜びがあるんだとか、感じていいんだとか、なんかそのとんと非権権力で頑張ってきた自分がなんかの鎧がホロホロとほどけて、なんかそういう、それもその自分もいいけどね、非権権力で頑張りの自分もいいけど、だから男性性だけではない内面的な喜びとか幸せとか本当に感性がこの1年で私は花開いてきた感じなんだよ。そう、あのちょっとね、なんか子供のことでもバタバタしてたりしたから、
1年半前以上の私っていうのを今度ねインスタに上げてみようかなと思ってるから見てあげて。なんかね本当にね昔の方がね老けてたからなんかね生き生きしなかったしカチカチだったしまん丸だったしだなんか結構変わったと。ブログにはねなんかちょいちょいアップしてるんだけどインスタにも今度アップしてみようと思う。だからなんか変わりたいと思ったらいつからでも変われるし変われるよって思うんだ。そんなことをなんかセクシャリティの話はちょっとだけした半分ぐらいかなみたいな感じだけど今日はそんな感じで終わりたいと思うんですけど、そうなんか聞いてて質問とかあったら最後聞くよみたいな。ああこっちの世界はいいよ。なんかそうね一言で言えば私なんかさ女として生まれてよかったっていう世界って別にそれすらも味わわなくていいのかもしれないなと思うの。別に美しくなくてもいいと思うしセックス気持ちよくなくてもいいと思う別に本当は。でも私はやっぱり欲張りだからその言葉を見た時に美しく私にも美しさを目覚めることができるんだったら美しさに目覚めてみたいと思ったし本当にセックスって気持ち満たされるっていう世界があるんだったら気持ちよくて満たされてみたいキャーって楽しんでみたいって思ったの。だからそっちの世界行ってみたみたいな。でも別になんか行かなくてもいいと思う。で行きたいんならなんか嫌なもんだったり汚いもんだったり怖いもんだったりの蓋を開けないと来れないんだよねっていう感じかな。そんなんで伝わったこっちの世界だからなんだろうその別にさだから一人エッチだってしなくたっていいと思う。たださっき言った通りそのなんか見たくないものに蓋をしちゃってる状態なんだろうな。だからエネルギーが通らないから感度が薄いからそれは気持ちよくなりにくいよねっていうそれだけ。だからもしなんか女として生まれてよかったみたいなもっとセックスって気持ちいいな気持ちよくなってみたいと思うんだったらまあ一人エッチって別に好意だからじゃあやってみたらっていうそんな感じ。やってみてどうだったかっていうのじゃないとなんかやっぱ結局ねだから意図は気持ちよくなりたいだよ。女としての喜びを味わいたいもっと気持ちよくなってみたいが意図でエネルギーの方向性なんだけど、だからそっちのエネルギーの方向性でそっちの世界に行きたいと思うんだったら行動しなきゃやっぱダメなのよ。だから一人一人やってみてその感想教えてって思っちゃうやってみないとさ分かんない。やってみると分かるんだよ何が欲しいのかとか自分ってどんな体なのかとか自分の中はちゃんと潤ってるのかとかどんなところが感度がいいのかとか全部分かるよ。で自分が分かってるとなんていうのかな私はそういうセックスがしたいって感じだからなんていうの全部相手任せは嫌なんだよ。嫌なんだよっていうかそれってさなんかもうなんていうの何にもしようがないじゃん。だからなんかモヤモヤイライラするんだと思うの。自分がどうにかできるって思ってればなんか別にモヤモヤもイライラもしない満たされやすいよねってもうからさ、だから
そっちの世界っていうのは女として生まれてよかったとか、うん、こんなに気持ちいい世界があるんだとか、美しいっていいなみたいな。だからそれ全部必要なのは感度だから、頭じゃない。こうしたらどうなるんだろうじゃなくて、やってみた先にどんどん世界が広がっていくだけだからさ、感度が広がっていくだけの世界だからさ。だから結局はそのあなたはどんな世界で生きたいですかなんだよね。で、うん、だそのためにあの一人エッチっていうツールがあるだけなの。行動が行為があるだけなの。だからそこに意味はあるんだけどない。そのなんかツールの一つなだけで、そういう関係性でいたい、あの自分を知って相手に伝えてお互いに良くなりたいっていうんだったら一人エッチは最適かもねみたいな感じだよ。だから別にそれも絶対だとは思ってないけど、うん、そんな感じ。そんな感じみたいな。え、なんか私ね、こうやってやっぱ質問されて、あ、そこをなんか自分の中で完結したの。だから伝わってないんだってよくわかった本当に自己満足なんだよね結構。なんか他に質問とかあります？あ、なんとなく伝わりました。やっぱりそれでもなんとなくなんだ。なんとなくか。難しいね。相手と自分の場合合わないよ、人間だから。悦子さん、あ、でね、そう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 、なんかね、何の時思ったんだっけな、なんかね、今回のご相談でね、なんかすごいなんかやっぱ合わないって話があったの。あのバイオリズムが、自分と相手のバイオリズムが合わないっていうのがあってね。でもやっぱりそれってなんか仕方がないよねっていう。でもなんかだからそこで大切なのは、あの勝手に引っ込んじゃったりしないで、あ、疲れてるからなんか言うのやめようとか思わないで、言いたいことは全部言ったらいいと思う。あの、まあ、言い方はあるよ。あのだけど例えばなんか、でももうちょっとしてもらいたいとかさ、今回はなんかすごく寂しかったとかさ、なんか思ってることは言う。仕方がないと思わずに。あ、だから性欲と禁欲は私もやっぱり一緒だと思うのね。それはやっぱ自分がこう経験して思うことなんだけど、なんか性欲も禁欲もどこまでも受け取っていいっていう許可なんだよ。うん、ほんとひろこさんそう思う。だから触ってほしいところを触ってもらうだけでも満足する。ほんとでもそれが触ってほしいところが自分で分かってないと全部また相手任せになるから、もやする確率が私は高くなると思ってる。うん、そうだから、まあなんかなんだろう、相手任せじゃないセックスっていうコミュニケーションができるのに一人エッチは最適なのかなって。でもなんかそれを私は全部相手任せのセックスがしたいです、そういうコミュニケーションが好きですっていうんだったらそれはそれでいいんじゃないかなっていう、そんな感じかな。だからそれは好みだからねっていう。うん、自分がね、そうあの悦子さんね、私もそうだったの。あの自分と相手のバイオリズムで私の方がテンション低っていう状態だったのはやっぱり抱えてるものが多すぎるんだよね。やっぱり感度ってゆとりがないと感度は落ちるし、で特にやっぱり女性の体って柔らかいから男性と同じレベルで仕事しちゃうと、家事とかね育児とかしちゃうと感じられないし、しんどいだけになっちゃうんだよ。あのよっぽど本当に性が楽しいとか性欲が強いとかもなタイプの人はいいんだろうと思うんだけど、私やっぱり優先順位がやっぱどっちかっていうと仕事なのね
だからそうすると、あの私はだからともかく一番最初にやったのは、あの私三大欲求のうち一番強いのがやっぱ睡眠欲なの。だからともかく寝てた。去年1年間一番やったことって言ったら寝てたことかもしれない。だから寝て満足して充足したら感度がぐんって上がったの。やる気もぐんって上がったし。だからゆとりがないと感じられないっていうのはあると思うよ。朝にすることが増えました、なんか今日なんか素敵みたいな睡眠大切。あの自分の体は何だろう、女性の体は柔らかいっていうことはね、やっぱ忘れちゃダメだよ。男の人と同じにやっぱりしちゃダメ。でもね、まずねゆとり、睡眠とかやっぱりあの本当ができたら、やっぱりなんかそういうのに理解がある人パートナーだとしたら、本当にそういう時間も夜の時間も大切にしたいから、昼間あの寝るとか、昼間家事を手伝っておくれるとか、あのいっぱいしてくれるとそういう時間が増えて私も嬉しいしっていうのを言ったらいいと思うよ。私ね相当なんかね、そのゆとり増えるまで時間かかっちゃったんだけど、やっぱりすごいやったらすごい変わった。へえ、なんかリアルなの、なんかちょっとニヤニヤする朝方いいっすね。なんかこういうのをね気楽に喋れるといいなと思うよ。頼るだ、頼るのもあの女性性の発揮だよ。やっぱり男の人は頼られて育っていくからね。おお、さすがですひろこさん。ふさゆさんの質問。あ、でもね、なんかね、なんか話を聞いてると、やっぱ経験人数が多い人ってやっぱり比較してるよねって感じはする。比較して今にいなくなっちゃうともったいないかなと。今の目の前の人とちゃんと向き合えないってことがあると、あの人の方が良かったとか、もったいないかなと。今の人と深めてみることをしてみると、なんかね、前の人に持ってて今の人に持ってないってことって、今の人と向き合うと開発されるっていうの。だから向き合ってみたらいいと。自分のポイントが分からないっていうのも、自分のことが分かってないって、せめて感度を落としてっていうなんかループにはまっちゃいそうピンクのふわさん、なんかもったいないかな、行きたい方向と違うかなって感じ。なんかね、常に本当はどうしたいかっていうのを自分に聞いてあげるといいと思うよ。本当は感じたいんだったら、やっぱ責めるのを、責めてる自分に気づいたら少しでも減らしてあげるといいよね。責めるとやっぱり感度落ちるから。そうそう、だから人数より回数かな。だからなんかね、自分が本当に望むこと、何でもね、セックスでも、恋愛でも、仕事でも、生き方でも、なんかあの大きいことだけじゃなくて、今目の前のほんのちょっとの差に気づいてあげるのすごく大事だと思う。でも大きいことも大事だけどね。そうそう、もう何でもつながってるからさ、やっぱちょっと小さいその詰まりをちゃんと意識してあげるだけで、でちょっとずつ生活を変えてあげるって結構変わることも多いと思う。なんかすごい今日はめっちゃ会話した感じ、楽しかったです。なんかあの今日夫仕事行ってたんですけど、なんか帰ってきそうな、帰っていそうな感じしたので、今日はこれにて失礼します。ではまたまた、ありがとうございました。